民宿でこんなのさ、潰れるよね。なかなかないですよね。やり方がみんな真面目なんだけど、僕は昆布をね、どうして崩して、いや俺がお宅とか触るとかじゃないの。沢尻エリカっているじゃないですか。沢尻エリカの元の子って分かります？スペインにいるやつと、ハイパークリーに言ってみよ俺は。ヤミグさん言ってるけど、いやもう言ってて、もうやりたいだけで。あとはあれのジャガー様です。うわむっちゃ引き寄せたって言っていておるけど、結構たまたま。はい、今回なんですけれども、やってまいりましたよ沖縄。これ2020年の6月に行ってたんですけども、まあアップが遅くてすいません。編集もカメラマンも全部僕が一人でやってるんで、行ってきましたのが沖縄県の国頭郡。しかもずっとこの58号線を奥まで行ったら辺戸岬っていうのがありまして、その辺戸岬からさらに奥に行ったところに、まさしく奥というね、手前ではなくて奥という地名のところがあるんですけども、前回も1回アップしたんですけども、知る人ぞ知る民宿宮城ってあります。海、山、木と書いて宮城なんですけども、ここはもう本当に知る人ぞ知るということで、仙人のようなおじさんがいるんです。で、前回はそこの民宿の中を見せたんですけども、面白いこのユンタクというものをね、おしゃべりをアップしてなかったんで、今回は存分にそのユンタクの模様をお届けします。まあ一部ですね、もう過激というかストレートなんで、その発言の部分とかはカットしてるんで結構時間かかりましたけれども、そちらの方を見てもらいたいなと思います。まあ、沖縄といえばですね、いろんなところ北部とか中部とかね、流行ってきてますね。でも一度は訪れてほしいのが宮城さんということで、宮城の世界を味わってもらいたいなと思います。それではレッツゴートゥ宮城。でやったやらなかったやったっていうのが結構論です。そうなんです。いや、間違ってる間違ってない話じゃなくて、まあ彼女に委ねてもいいけど、まあどうですか。わかりますよってことですね。おー、素晴らしい国語力。まだこれは本当にもう、ま、これ雲言ってみよ俺は。ヤミグさん言ってるけど、いやもう言ってて、もうやりたいだけで。朝ちゃんまで酔ってないっていうことですよ。やりたいだけで。朝ちゃんはまだ全然酔ってませんよ。カンスパンツ入ってねえんだよ。うん、まあそうです。その時に腸の今日もだから俺は確認したね。確認したけども、ちょっとあの直美さんの方には濃厚接触ダメやって言われてたのに、女房も俺を捨ててるから。いやもう濃厚接触あかんちって俺は一応ね電話して、いつものような感じじゃなかったらもんないのかなと思ったら、全然気にすんなよと、奥さんに怒られてるけどわしは関係ないぞという話をねしてたんで、まあ電話も女房も怒る。ソーシャルディスタンスですよね。電話してます？うちに近いんだけど完全な中華で俺、あのほら冷凍のマグロいろんなあんなもんじゃないからねこれ、これね普通の引き抜き、これね青森と私を作った僕のブレンドしたものを入れてるからおつまんです。これねこの料理ね一番好きなのね看護師さん。なあ呆れてるよ。うまいなと呆れてると同時に。今のちょっと早かったね。看護師さんが取れなかったよ。集中しとかん集中置いてきてる。このナスね、あのもぎたてのやつだから、まっすぐにいいのよ。立てねえから食感がいいでしょ。これ食べた人はナス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 で、あの斜めもあるから俺は斜めも。明日8時ね、朝食ね。明日朝食8時だっけ。まあ女性が多いから、あのちょっとサラダ系で行こうね。卵は僕の卵で、違うかいって感じでね。卵あるんですか。俺のエッグで。一応2個ある。民宿でこんなのさ、潰れるよね。なかなかないですよね。でも好きで来てるから、彼女は。いやもう結構前ですよ。バキューン。僕の前じゃん。いや話違う、僕もう全然大格好してますよ。変態ですだから変ですよ
宮城さんの喋り方似てるっちょ。やっぱりね、困ったら笑う。あまり言いたくない。ここのね、大体名古屋とか俺の下がってるんで、まともな人は帰るんで、ここから来る人はね、中学生、堂々とは思う。沢尻エリカっているじゃないですか。沢尻エリカの元の星、わかります？スペインにいるやつと、ハイパークリーンに僕教えてもらったんですよ。あ、そうなんだ。で、彼も沖縄に来まくってて、で、その時に沖縄の話でスペインで盛り上がって、で、沖縄どんなとこ行ったあんなとこ行ったらむっちゃ盛り上がったんですよ。かなり行ってるよねってなって、そんだけ行ってるんやったらもちろん宮城行ったよねって言われたんですよ。で、宮城って沖縄の宮城さんっていっぱいあるから、なんどこの宮城やねんって言ったら民宿の宮城、もちろん行ったよねって言われて知らなかったんですよ。で、高城さんに教えてもらってきたんですよ。その話をしたら高城さん知らへんから。知らない、すごい人来てるよ。あ、後で聞いたら来てるんだけど、俺も知らない。でもらって、音聞いたりして、虫の音とか。で、こう、執筆して。ほんで、高橋さんに言われたのが、ただ、100% 気に入るか、100% 合うとか、どっちかやで。いや、あのね、これね、あの、山本さんがおっしゃったから言うとね、理屈で言うとね、僕はですね、あの、ジローに使って、それ意識して仕事してるわけじゃないんだけど、僕はね、ちょっと失礼な、かっこいいこと言うわけじゃないけど、俺見たら人間がみんな好かれるってこと言ったら、僕だってそんなバカじゃないから分かってますよ。ただ好きな人がいたらどうぞっていうビジネスです。でね、俺無理してね、みんなに好かれていらっしゃってるんだったら、僕が好かれる、僕が持たない。10名来て5名来たらめっちゃ儲けです。はい、はい、はい。もうそれだけ言っときます。はい。で、僕またお客さんにね、お客さんのためとかお客さんに気遣ってる仕事は僕はしたくない。だからペコペコとか頭とかもしたくない。これもだからそういう人ホテル行けばいいんだよ。なんでそれだから俺ね、見張るけど安いでしょ。安いで、これなんで安いかったら、これはね、穴があるんですよ。これ全日空って言うんですけどね、穴があるんですけど、これはね、お客さんに頭下げたくない部分、この料金の部分が僕はプレゼンテージできるっていう僕の気持ちなんです。それ以上は求められてもらえます。そう、まあ、リクターはいくらでも求めていいです。いくらでも貸しますよ、ただで。ノーマネーで今日3時間持ちますから。いや、僕25の時に脱サラしてなーで店してた。その時もそうです。で、いらっしゃいましてもありがとうとも言わないで、その時飲んだしてるけど、で、その時お客さんがね、ここのマスターね、いらっしゃいませとかありがとうって言わないけど、君悪くしないねんって僕の前で言うわ。嬉しかったですよ。で、なんでかって俺はね、俺頭下げするぐらいの銭払ってねえだろうって言ったんですよ。あの当時松山って一流なんですよ。僕らが東山でずっとずれてる。だったら松山行けばいいんじゃないの。いや、なんかね、ふざけた人間ですよ。でね、日本もね、もうどこも行けないし、大変な人だから僕は。一緒になって困ってるわけよ、今でも。うん、今でもまともな人やからね。ここいつ開いたんですか。もう23年になりますね。僕がね、43の時で、今ね、僕ね、67になるんですよ。さっきごまかしました、48言ってました。いや、ね、ちょっともう、真面目な話だけど、僕は18年、25で出されて、18年間なんでお店してね、それやりながら1年ずれてこっちちょこっと行って、で、ここはふるさとなんですよ。で、中学卒業して、僕は高校も大学もずっと日雇うのも乗っかった。お金が欲しくて。でね、でこれ全部設計とか、設計は全部、プロは使ってるけど、全部自分です。でも、母屋も、ただ国庫からお金借りてるから2500万。ハンコだけ欲しいから、後輩の設計士に、お前、ハンコだけ教えるっていうことやっただけで。どうも10年経ってして、僕ね、だから、いいか悪いか分からんけど、要するに、客じゃなくて自分で合体が行けばいいっていう性格なんですよ。まあ世間で言えばわがままなんでしょうね。まあこっちと似てるかね。やりたいことやりたいことできる人が一番幸せだよ。でどこどこの会社のさ上部とか行ったってさ、組織でさ株主がいてどうかアホかって言ってる。妄想中じゃないの。また英語使ってしまった俺は。おかれしてみんな食べてなすね。僕このなすね。美味しいこれすごい。ものすごい鮮度がいいんです。食感が違う。人がいなんです。なんでかってみんなとファミリーママですね、ママ。あ、そうか、プロか。プロではない、もうちょっとこう、エッグを考える。ファミリー、ファミリー。あ、噛んでましたね。むっちゃ俺はね、無知だけど、ろうそくもたまに持つんですよ。
あったから、悪かったから、いやいやいや、ちょっと今逃げたところ。え、何教えてくれ。宮城さんから来たら、もう朝子さんは真面目すぎるんですか。いや、あのね、ちょっとあの失礼だけど、うん、その真面目すぎ、僕ね、これとっても難しいんですよ。で、僕も表現できないんですよ。実際逃げてるんですよ。で、人間の真面目って何ですかってね、僕は一般的な話で、その見た目もそうだし、考えてるとか思想とかこういうやり方がみんな真面目なんだけど、僕はこういう子をね、どうして崩して、いや俺が抱くとか触るとかじゃないよ。自然に戻そうかなって気持ち、ね、堂々とはないよ。私ずっと来てるけど、真面目だって言われたことないんですよ。ああそうなん、今日はそういうすごいだって、触られたことももちろんあるし、ベロベロになって、わそこで一番2人で最後まで飲んだこともあるし、やっぱりね、ペロペロされすいません、恥ずかしいからこれ以上言わんといて。いや、あの好みなのよ、僕も個人的に。いや、だってさっき言ったけど、俺寝るもん。乗ってくるのはちょっとこう、やっぱりヤギさんは私の顔が怖いのか、なんか違う方向向いて喋ってることが多いなって私は感じてます。あれだけでしょ、あれだけでしょ。いや、あれね、いや、そのことね、悪いことではないのよ。そのことね、悪いことでもないのよ。それがね、俺はね、また快感なんだよ。じゃあどっちかっていうと、宮城さんをどう攻略しようかなって思ってます。おーすみません、明日赤字でいい。Tボンステーキや。遠泊するんだ、でもね、あの、嘘でもね、あら、おいで、嘘でもね。だから、僕、民宿してて、あの、口悪くてあるんだけど、僕23年になるけど、結構儲かってるの。やっぱりね、こういう、あら、こういう田舎でね、こういう、あの、こんな、これ、アラの声だよ。アラおいで、俺3匹いる猫も。でね、結局ね、その、まあ、それとこれと一緒にしちゃいけないんだけど、ただ現実的にやってるからいいけど、この僕にも政治家ってことで、収録があって、もちろん物持ってたりっていうのはやるけど、彼らもいろんな方々、マンネリカリズムで、あれ、バカにはグロミはしてないの。ただ、俺は同じこう地域に住みながら、俺はもう全然違うとこから人が来て、こういうふざけて話するわけじゃないですか。で、この癖はね、なんでね、上手なお店してた時もあれで、で僕は中国卒なんだけど、高校で、あれおいで、行ってない。あの一緒に朝まで行ってね、いるから、もうだ、これ一応、肩書き営業部長知ってます。営業部長で。だから僕はね、山本さんも、山本さんもあなたもそうだけどね、金使って来てくれるでしょ、うん、それはね、僕は頭は下げないけど、うん、俺は料金と料理でね、感謝です。ただそれだけ。それだけはね、言いたくないけど、言っちゃおしまいだけど、厚見教師が言ってたね。さくら。厚見教師。初めて聞きましたもんね。でも、ただが一日、30日、しかし一日でね、いいか悪いか分からんけど、皆さんは、お金使ってね、こう、こっちに来て、本当に元取らずとかそういうのかけられないよ。だからさっき言ったけど、すごいこと言ってるぞ。こういう人、僕に言う人いないんですよ。もう来るか来ないか、二つに一つではっきりしてますよ。他にそれでいい。いやいや、山本さんさっき言って、いや、それでいいんですよ。で、僕もね、下手で中途半端で来るよりはいい。もう腹くぐって切れと思う。で、悪くて腹切って死ねって言うんだよ。その点、すごいよね。すごい。もう3泊するからさ。いや、それはな、すごいと思うんですよ。なんでですか？なんでしないんですか、逆に。逆にしないんじゃないですかね。だからその、なんか2週間とか、むっちゃ長い人はいるけど、3泊とかあんまり泊じゃないですか。もったいないけど、みんなだってこの料理を次の日か料理だよ。これでも3日間いるでしょ、全然違うメニュー出します。で、もっとあげる。いや、ミスったかな。それはね、それはね、僕のオーナーの気持ちじゃない、個人的な好きだし、足の奥はあっちしかねえからな。あ、もう受けないね、全然受けてない、ね、受けてない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 。やっぱさ、結構ね、そうかなと思ったら紳士だから止めるんですよ、俺行くんだけど知らんし。いやいや、そうでもないですけどね。僕の友達結構もうこう餌食になってますから、ね、でも人間の尊厳とかマナーとか理性とかあのね、いろんなごまってあるけど、でもあの言い訳だけどね、生きてる証っていうのもね、あの例えば5年後10年後20年後30年後俺の手前30年ね、80年だなって言ったら覚えてるけど、80あの20の時にね、また最近あるのがね、まあセックスって人育てるんじゃないんだけど、そういうのもね、ありなんですよ。80年の年上の方に認知した時は
番あの若手30ですね。やばいな、ほんまに。いや、この人はね、特別に60ぐらいに見えて、色白で沖縄の人だって、宮川の人も綺麗でしたけど、あの本当に大学校で見えて、で、沖縄の、あとね、僕が来れたね、そしたら、あの、沖縄で5つのバラある、あの、政財界の、その人の愛人だった。ね、嘘じゃないでしょ。嘘じゃないの。でね、僕が目つけたのよ、うん、で、黒柳さんのおかみさんで当たってるでしょ、うん、そうで、俺は一目ぼれしたのよ。で、その前にあの同じくらいしたお店、僕18年やってて趣味でね、来たらで、その紹介した人はもうそういう気持ちもない、指もれたこともない、飲みに行って酒飲んで、あんまあ会えて帰ってた。で、その人がこの人を連れてったのよ、うん、同じ世代で、僕のが行って、で、1週間ぐらい行ってで、あの飲み食いして行ってる間にちょめちょめになっちゃってね。最初ホテル行ってたけど、で、もうおばちゃんもやってるので、もう、あの、皆さん、もう酔っちゃって、ここへ、もう乗れ乗れしてね、楽しめて、で、あまり痛くない、パッタンみたいな、人の足に入れて、こっちにカスマとかできていたら、これだけにしますよね。1回だけですか？いやいや、冗談じゃない、そんな100回くらいしてる。店もあるし、別れなさった。私のばあちゃんと2年間、将来の人間だから。で、それで話し合うってやって、またやってまた会うわけや。それが延長戦や。80になってね。行ってみたい。確かにね、結婚したら子供も産んでないしね。あっちも綺麗、あっちも綺麗って言い方するんだけど、まあ、綺麗なんすか？整って言ってる。めっちゃ整う。いや、もうピンクですわ、全て。マジですか？あれは癖になりますね。立ち死よ、うん、いや、むずいな、俺は。あれがね、あの若い気もするんじゃない、こう、あれ。いや、俺はむずいな。違ってね、あの、スパーチャンジャーも、姉さん、下がらないでよ、わーって、あーってやっちゃうんだね、また、ね、女の人っていくつぐらいまでそういうのできるもん、できる。これはね、これ有名でしょ、すがって、実はですけど、文献の言うと女の人は、はい、肺になるまで使えるいやいや、これね、僕説明したら分かるでしょ、もう。あの、無所の話で、で、ある人がある人に聞いたときに、この、いろりでね、やったときに、あの、橋で、あの、茶の橋で、灰をつついて、灰になるのを使う。死ぬまで使う。こういうの俺はね、略称してね、灰クラスって言うんだよ。うまく落ちましたよ。皆さん、明日雨降りますかね。まあ、行けない。宴行けないですよ。30%です。あんま気分ないですよ。ここのですよね。そうそう。あんま気分ないですから。そんなことないです。宴行こうかなと思って。うん。いいですね。そう。朝飯だ結構ハードなんで、あの登り道が。うん。うん、僕はあのパワースポットですよ。ね。行きたい。そのいろんな事情があって知ってて。僕はもうビビアンスじゃない、すごい人です。でも、たったね、そうそうそう、体力あるんですよ。あります。うん、結構こうグッといくんで、あの、波さんに聞きますよ、だけど、入り口はむずい、ちょっとむずいっすよ。なんかあの、メジャーなやつもありますよね、なんか大石なんとか。いや、もう僕はもう、もうずっとやれてたら俺はあら全然違う、全然違うんですよ。そうそう、全然違う、全然ちゃうねん。いや、俺はもうそういう食べの人間じゃないですか。みんなだから大石なんとかに行くじゃないですか。お前ナオミさんに教えてもらったこと、全俺大石なんとかに行ったけど違う。何やったっけあれ、怪しい。そうそうそう、パワースポットね。これ酔っ払ってきたら迷惑ですか、来るから正解する。追加します。もうあれやで、まあね、あのちゃんがよく言ったらしておるよ。いや、明日からお客さん来るから、もうラストチャンスで、ラストチャンス。エロっぽいのかエロめのかどっちですか。いや、もう両方。俺ね、40年間自営してるけど、頭がいいって思ったの。いや、さすが山本さんや。めっちゃエロ。あそこで立たれたらね、もうチンチン。バキヨンバキヨン。おー。わかるという意味か。うんうん、いや難しいんですよ、これ。来てね、ディレクターが僕にどうのこの、あの、
ちょっと難しいことがあるね。琉球料理っていう言葉と沖縄料理っていうのは全然違いますよ、ね、それからうんちこが始まったって今日不足って言ってた。一流大の方はね、俺中国さすがね設計したんだけどね、あ気持ちよかった。ちなみにこれが宮城さんとこの晩ご飯です。好き嫌いである人も好きな分を好きなだけ食べることができるので非常にいいです。この時は人数が少なかったのでこんな感じですけど。はい、いかがだったでしょうか。まあ、番組上というかね、 YouTube 上超過激な発言だとか、まあ、放送コードに引っかかるようなところはちょっとビチビチビチカットしたんで今回ちょっとテロップを入れてないんですが、その切る作業にものすごい時間がかかってしまったということで、まあ一時毎日配信っていうのも頑張ってみたんですけども、1個の動画に僕これ5、6時間かかってるんですよ。そうなると毎日ってなると本当にこう寝不足というかになってしまうということで、とりあえず2日に1回の目標で、アップしていきたいなと思います。そろそろ冬が近づいてきてるんですが、沖縄はまだ最後のラストサマーを満喫できるので、ぜひ沖縄でユンタクしたいと思います。強烈でしょ宮城。まあいろんな方が沖縄の民宿とかゲストハウス泊まるんですけど、物足りないなっていう方は宮城を目指してみてもいいかなと思います。注意点は一つあります。 100% 気に入る、うわ最高、こんな宿待ってましたって言ってまたリピートして僕みたいに行きまくるか、って二度と行きたくないっていう、この2パターンに分かれるので好きか嫌いかがはっきりします。まあまあとかそんなはないです。ということで僕のチャンネルが気に入った方は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた菅様に会う日まで、ロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポン。ちょっと最近はカンサードで、あ、オクパードね、オクパードでカンサードの僕ですけど、また元気にやっていきたいなと思います。それではまた菅様と会う日まで、アディオス。それも僕たちのデスティーノ。それまでトランキーロ、アッセンナヨ。